コールドウィンドファームトーメントクリークにて PTB テストサーバーで遊んでいきます。ネアカールソンです。右肩に紫蝶々、なんかこんなボカロ曲あったよな、なんやっけ青蝶々ですね、青アゲハをつけたネアカールソンが新しい効果になったパークを4つつけてきております。まず弱体化、ちょっと待って待って待って早いな。オーマイガー、どうする、追ってくるんやつ、これ切る、追ってくる、倒さない、オッケー、次倒すか、いや、で起こせるかな、ちょっとこのまま追ってはくれへんよな、多分戻るやろな、これは。あ、追ってくれんの、マジか、じゃあ起こせんじゃない、ああ起こせたね、ナイス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 、オッケーオッケー、おいー、マジか、あかんか、これはもうちょっと板使いたくないな、一回ちょっとフェイントかけてみます、突っ込んできますねダメだ、じゃあ早速弱体化したセルフケアを単体で使ってみましょう。うーん、遅いですね、はい、通常の 35% になるので確か45秒ぐらいかかるのね、計算上では。セルフケア45秒はしんどいよな、いくらグレートを出そうが、まあ、42、3秒はかかっちゃうから、これ毎回回復してると相当遅延になる。で発電機自体も1台90秒に変わってるから、まあそんな悠長にやってられんのだが、一回ちょっと回復しきっていいですか、45秒いただきます45秒いただきますって言うと相当やよねで、ずさんな肉屋がついてたら計算上だと57やっけな、確か、うん、20秒割る 0.35 かしたら57秒ぐらいかかるんですよ。なんでさすがにセルフケア単体でこんな毎回毎回回復してられないので、使うときは植物学の知識ね、パワーアップした植物学の知識と合わせて回復を早めていく必要があるかなという感じですね。ちょっと回復させてもらいましたが、向こうもねちょっと強化された、C 恐怖症をつけてきてますね。これプラス普通の発電機遅延でどれぐらい遅くなるのか、ただまあ2人修理してたらあんまり遅くなった感はないよな、ゲージの進みも別に快適やしね、まあ90秒ぐらいでよかったんかなとか思いながら今発電機を回しています。はい、さてさてんで、新効果になった一番注目されてたオフレコですね、これつけてきました。フック救助された後に80秒間の我慢効果、ただ発電機触ったり自分回復したりとか、いわゆる新しい検事効果、検事行動か言われるものを取ると無効化はされますと。ディサイシブストライクもの無効化条件と一緒ですね。そして新しくなったデッドハードと新しくなったボロータイム、ボロータイムは人を救助した後に15秒の我慢とプラス迅速効果までついちゃうから結局強いよねってなってるやつですね。はい、どんどん、ま、おお来たね、やれるですかな、ちょっとおばちゃじゃないですか噂の、あー、それで一気に交代したんやね。オーバーチャージがね、めっちゃ強い。キラーの注目パークの一つですよね、オーバーチャーは。おい、来ないか。さあ、どうする？あー、もう一回おばちゃ入ったな。まあ、止めますけどね。あ、入ってないか。ああ。あれ、蹴られたんかと思ってんけど。来るな。レイスでシャドウダンスとかつけてそうやな、もともとの、どうやろ、わからん、もともとの板蹴りが速くなったからさ、キラーはちょっとそれにシャドウダンスつけてめっちゃ蹴ったろうでイラプションみたいな、そういうのじゃないっすか。イラプションは今んとこ、うわぁちょっとあ、終わる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 なるほどね、オーバーチャージでほっとくとどんどん発電機が早く交代していくようになるので、新効果だと。なんで発電機早く触らなきゃという気分にさせて
ドラゴンみたいな。なるほど。さあ、オフレコ、こっから80秒の我慢です。ただ発電機これ触りたいけど、ちょっとオフレコの効果試したいよな。この状態で誰か肉壁をしたい。どうだ、どっかおるかな。今追われている人に肉壁してから、いやー、もう発電機回してくれ、すまない。ちょっと試したいです。PTB やしね。ちょっとパークを試すこと優先で動かしてくれ。これも触らないです、私。あ、いた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 。オッケー、これで我慢が発動。オッケー、あ、我慢は発動してたんか。我慢が発動していたので深手になりましたと。でやね、これね、ちょっと竹が来たのでさらになんですが、はいはい、そこで殴ってもろて、出たの。オッケー。我慢は2度発動する。我慢強い子ネアです。そう、深手中でも我慢は発動するんですね。何グ、そのグググは危ねー。今のグググダメよ、ほんとちょっとシビアなんすから。トップ、あー、これはもうここで終わりやな。くっ、あー、ああ、見えませんでした。はい。まあまあ。ん？釣らない。あ、DS 警戒かもな。うん、釣ってた人が突っ込んできたから、DS じゃねって思ってるかもしれへん。オフレコなんすよ。オフレコデッドハードなんすよ。いや、でも2回我慢はこれ、キラー的には鬱陶しいやろな。まあでも、デッドハードは、撃った瞬間に1秒間我慢になるんですが、モーションも出るようになったので、キラー側も慣れてくれば普通に回避はできるんかなっていう感じはしますね。たださっきは、センキュー、お、早い、これ植物学の知識じゃね、めっちゃ早いもん。あー、素晴らしい、いろんな新パークの新効果が発動してますね。いいですね、ありがとうございます。めっちゃ早いな、素晴らしい。多分植物学やわ。50% アップでね、めちゃくちゃ強くなったから、そう、もともと苦肉流行ったんですけど、パワーアップした植物学の知識だと、植物学派、ボタニー派になっちゃいそうですね。苦肉大好きやったんやけどな、ちょっとこれからはやっぱ植物学かなっていう感じはする。さあ、ボロータイムも発動させたいな。いや、ちょっと、新効果発動しまくってて楽しいわ。しかもドラゴンっていうね、ドラゴンレース。おばちゃドラゴンレイスね。はいはい。おばちゃドラゴンタナトにもう一個なんやろな。イラプションじゃなさそうやからな。蹴ってるね。板壊し重ねてめっちゃ速い板蹴りみたいなんでもなさそう。なんならシャドウダンスもついてなさそうやろな。一個は奇襲攻撃決めたら重症出血になる。何やったっけな。なんとかの戦士みたいなやつやと思う、これ。ああ、違うんか。ドラゴン機体で触ったんやけど。違うかったみたいですね。ドラゴンちょっとクールタイム長いからな。回していくか。また戻ってくるかな。おっ、すー、あ、海の呼び声と重ねてどんなもんかなとか試してる可能性はあるな。海の呼び声とおばちゃを合わせたときは、なんか 200% 交代から始まってどんどんおばちゃの 400% まで上がっていくみたいな感じっぽいよね。難しそうなのね。来るよね。んで、あれ、ボロータイムいいんすか。ちょっとこれ作っちゃうわ。おい、ボロタイです。頑張れ新ボロタイ、いけるお前なら。はいはいはい、臨速効果が入ってて、ハゲ取りたいな。あ、あ、ボロタイいってる。よし、でこれでデッドハード、オッケー。いいね、今の完全に噛み合ったから
回避できひんかったかも。うわ、引っかかった。やってみた。なんで？オッケー。これはもう一周や。ね、やめる。じゃあちょっと、ちょっと57秒いただいてよろしいでしょうか。ここでちょっと57秒いただきますね、私。ちょっと誰かにゲートを開けといていただいて、57秒、あいい来ちゃった。竹取ってくれてありがとう。じゃあここからもう一回57秒頑張ります。これ57秒もほんまにかかってんかなって感じやけど、ね、無理じゃん。あー減る。いやもうこれは回復できひんな。ずさんつけられたら終わるので、これ絶対ボタニーいるわ。セルケアとボタニーはもう2パーク2枠使います前提はもう耐えられへん。これはさすがに。あーダメか、くそ。あ、おお、あらぶってくれた。なんか今前にちょっと出た感あったけどね、これモーションの妙かな。ね、前のデッドハードほどではないが、ちょっと前に出た感はあるけど、見た目って大事なんかもしれない。あーやっちゃった。あれみんな出てる、マジで。いやーでもおもろかったな、結構いろんな効果発動して。あれあ、ヤサオニだ。PTB やしね、もうええかって感じかな。あ、出す。じゃあ出させていただきまーす。いやーいろんな新効果見れて楽しかったです。すげえ楽しい試合でした。でもそう、 PTB 立ち上げて一発目の試合なんですよねこれ。それでこんな楽しい戦いができるなんて。しかもハッチ逃げじゃん。ありがとうございました。というわけで PTB の新効果いろいろ楽しんでいこうと思います。効果についてテキスト読みながらまとめたやつは過去に上げてますので、概要欄の方にリンク貼っときます。よかったら見てください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。